だ見比べるとまずボンネットのこの形状、はい、6ってここがこう切れてるんですよ、ボンネット。7ってこう一回膨らんでこの端っこになってるんですよ。かっこいいじゃないですか。今回茶色って結構少数派じゃないですか。少数でね。あれなんか6より軽やかな感じしますけど、気のせいですかね。6よりなんか軽やかな感じします。重厚感はなんか6の方があった気がします。使えないじゃないですかこれ。押しっぱなしで長く長押ししてないよ。長押しですよ。長押しですけど、だからこのちょっとバック早いなと思ってブレーキ踏むじゃないですか、ほら、うん、速度調整ができないんですよこれ。これだってここで見る限りもダメじゃないこれ。あの降りるまでもなかったです。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS7 スポーツバック2022年式走行距離300キロこちらの車両になります。また小島さんちょっと久しぶりになっちゃいましたね。そうですね、久々です。どれくらいですか。久しぶりの感じで続いてますけど。あ、そうですね、はい、嫌いですか。いやいや大丈夫ですか。大丈夫ですっていうのもで、はい、で今回ご紹介するのがこの RS7 ということで、はい、そうですね、つい先日の大宮店の RS6 に続いての7、はい、ついですね。若干テンション高めです、うん、僕はなんかね、まあ、いい縁がありますよね、やっぱり、はい、で、チョークしてる部分ももちろんありますし、はい、あとはですね、意外に今回いろいろ調べたら、はい、意外な違いも発見しましたので、はい、ちょっとその辺の報告と、はい、あと今回結構オプションが充実してる車両ということで、はい、その辺を詳しくご紹介させていただきたいと思います。でまず外装から見ていきたいんですけど、はい、RS6 と RS7、はい、もうほぼほぼもうこのキャビンの部分以外、はい、一緒だなと思ったんですよ、はい、意外に違うんですね。そうですね、さっき教えてくれませんでしたね、どこが違うのって。動画撮るまで内緒ってことは内緒ってことで、はい、これほぼ専用パーツっていうのを小島さん知ってました。6と7とですか。それ全然知らないです。前回りこっから前、はい、ほぼ一緒だと思うじゃないですか、はい、なんかこっから後ろはもう A ピラーの寝方とか、はい、なんか違うなって感じですけど、はいはい、あのもうボンネットも専用だし、はい、フェンダーも専用だし、はい、ヘッドライトも専用なんですよ、はい、でも違うんですね。じゃあだ見比べるとまずボンネットのこの形状、はい、6ってここがこう切れてるんですよ、ボンネット。7ってこう一回膨らんでこの端っこになってるんですよ。ここはこうまっすぐ来てるんですか。そう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 、まっすぐ来てるのかこういうラインが来てるのか。でこのぐらいこうボンネットの幅が両サイド違うという、はいはいはい、で高さもここ全然違うんですよね、見比べると分かるんですけど。だからそれで全体的な印象がもっと多分ワイドな感じになってる、うん、でも大宮店に撮影した時もかなりワイドって言ってましたよね。めっちゃワイド、さらにまたワイドってことですね。ワイド、まあ、寸法は変わらないんですけど、はい、印象がそのよりワイドに見えるように見えるってことですね、多分意図的にこうボンネットを広げてあるんじゃない、はい、でその辺の関係でヘッドライトこれ専用なんですね、うんうん、さっき気づいたんですよ、まあ、ここが変わったらねこっちも変えなきゃダメですよね。そうこのちょうどパネルの切れ目のところがヘッドライトこう形が変わってるじゃないですか、うんうん、だからこれこっちに切れ目があったらこれ間が合わなくなっちゃうんで、うんうん、これ専用だと思われます、おそらく、うん、で見た目ほぼ一緒なのに、うん、意外に専用パーツが。で当然この辺の関係が違うんで、うん、フェンダーも専用のものがついてる、うん、だバンパーに関しては違いいろいろ見たんですけど分からなかったです、うん、ほぼ一緒じゃないかなと、うん、ただエアロパーツの適合とかは未確認なんですよね、うん、で合うものがないんですよね、だから、はい、ちょっとその辺は分からないんですけど、おそらくもしかしたら微妙にデザインされ直してるんじゃないかなということで、うんうん、まあ、詳しい方、知ってる方いらっしゃいましたらコメントいただけると幸いです、はい、そして今回パッケージ、はい、黒くなるパッケージとカーボンのパッケージ、はいはい、これがついてるんで、各部黒くなってなおかつこの辺がカーボンになってると。これパッケージ3種類あるんですけど、あのシルバーのやつとやっぱりだいぶイメージ違いますよね。イメージ違いますし金額もね、やっぱちょっとトランク上ですからね。あ、カーボンの方が。カーボンの、はい、これ市場的にはどうなんですか。やっぱりカーボンの方が人気というか、人気でしょうね、高いだけあって、はい、このカーボンが出てきたのってどうだろう。確か僕の記憶の中で RS5 からでもそういう出てきたと思うんですけど、やっぱり全然価格が違いますね。あ、なるほど、はい、じゃあこの辺はついてたらかなりお得な感じになってるんじゃないかなと、はい、で早速横回ってっていいですか、はい、横の足元も、はい、ホイール6と7で全然違うんですね、はい、あの6ってこの Y の5本スポークだったのがこれ7になると V の5本スポークになるんですね。でこれも多分その車のイメージを変えるのにもうちょっとこの Y 字のちょっとしっかりしたイメージからこのスポークが長く見える V 字のに変えてあるんじゃないかなと。でこれ
スポークのこのデコポコあるじゃないですか、うん、今回まじまじ見たんですけど、これちゃんと掘ってあるんですね、うん、小島チェック入りました。掘ってますね、はい、掘ってますよね、はい、だからこれ模様じゃなくて、はい、ちゃんとこのアルミがこの形に掘られてるという、うん、すごい凝ったデザインじゃないですか、はい、デザインですね。そして奥に見えるカーボンセラミックはこれもオプションですよね、うん、オプションです。なんとオプション金額約130万円ということで、はい、高額オプションこちらがついております。まあ、そもそもホイールもこれオプションなんですよね。オプションですね。21が標準なんで22ですね。ただ21を履いてる車探したんですけど、はい、市場にはほとんどないんですね。ないですね、はい、ほぼ皆さん22インチを選ばれていると、うんうん、でこのカーボンセラミックのキャリパーに関してもこれがカラーが3種類選べるということで、はいはい、赤と青とグレーですかね。グレーですね。今回はグレーのものがこちらがついております、はい、そして足元もエアサスが標準装備ということですけれども、はいはい、これオプションで先代にも採用されて、はい、油圧のものもあるということで、うん、それってどうなんですかね。小山さんついてる車見たことあります？あんまでも台数自体があんま見たことないんで。かなり少ないですよね。ほとんどそうですね。でレビュー見たらかなりそっちの方が硬いということで、うんうんうん、乗り味の方もかなり変わってきてるみたいで。そしてなんかパッと見たらちょっと低い気がしますよね、そっちのエアサスよりも。あ、なるほど、うん、もしかしたら基準の位置もずれてるのかなと、うん、あとは、先代からそのエアサスになったっていうのが結構アピールポイントじゃないかなと、うんうんうん、もちろんそのしっかりした足回りを求めてオプションのものもいいと思うんですけど、後方車が確かその油圧のやつなんですよね。そうですね、対角線でその油圧内である、はいはい、ただやっぱりエアサスってこう乗り心地もかなり影響しますし、うん、僕としてはここかなりアピールポイントじゃないかなと、はい。そしてあとは横のライン、はい、ここから上が違うのは当然じゃないですか、はい、窓枠も違う、うん、ここから下も絶妙に違うの小島さん知ってます？分かんないあのこのプレスラインがもうちょっと6だと下なんですよ、はい、で多分プレスライン自体も違うんですよ、うん、この形じゃないんですよ、うん、だそれもなんか意図的にイメージ変えるために位置ずらしてるんですよ、うんうん、だ6だとちなみに ここと同じぐらいのラインです。サイドスカートと同じぐらい、ちょっと上がってる感じですか？上がってる感じです、うん、その辺の違いも、はい、ただ全体的な寸法でいくとほぼ一緒、うん、ちなみに RS7 が、全長の方が5010、全幅の方が1960で、全高の方が1415と言って、6比でいくと 1.5 センチだけ長い、うん、そして7センチ低いということで、もう幅に関しては全く一緒ですし、もう全長もほぼ誤差の範囲じゃないですか、うん、まあ、バンパーの形状が若干違うぐらいなもので、外装に関してはほぼ一緒なんですけど、こうデザインが違うという絶妙な違いが。ただこっから上ってだいぶ違いますよね、やっぱり。まあ、そこからはね違いますよね。低さもそうですし、はい、この窓枠もそうですし、はい、あと A ピラーがとにかく寝てる、うん、だ全体的に低く見えますよね、やっぱり、うん、あとは今回そのパッケージのつながりでここは黒くなってるとか、ただ物申してまたよければ、はい、こっちの素子が逆にちょっと目立っちゃうなっていう、まあ、でアウディびっくりするぐらいその掃除のパーツないじゃないですか、はい、今回前回りも、はいはい、逆に唯一ここだけの掃除パーツが目立っちゃうなという、うん、あんまり気軽に塗りましょうっていうと、塗るのめちゃめちゃ大変っていうのは、うん、あの分かったんで実際自分でやってみて、はいはいはい、できなくはないと。できなくはないですねそれだけお伝えしたいと、はい、お伝えしておきたいと思います、はい、そしてあとは後ろも、はい、あ、一応ちょっとこのカーボンもね、ちょっとあ、そうですね、カーボンのパッケージ入ってるんで、サイドスカートの先端もこれが張り出しがすごいんですよね。そうですね、はい、あの大宮店の時でもちょっと話題に出たんですけど、はい、乗り降りに気をつけないと、はい、特に後ろの張り出し大きいんで、はい、引っ掛けやすい。そうですね、でカーボンって修正できないじゃないですか、はい、早めにこの辺プロテクションとか貼っていただくと、はい、まあ、おすすめですね、はい、多分極端なし、ここだけも貼れますよね、多分。そうで貼れますよね、貼れますよね、はい、ここ区切りがあるんで、うん、おそらくこのカーボンだけっていうのもできると思いますので、うん、まあ、その辺ご相談いただけるといいんじゃないかと、はい、であと後ろ、後ろさっき下見の時に話題になってましたけれども、はい、ブレーキがフロントテンポットなのに、はい、リアが片押しということでそうですね、あのアウディやっぱり真面目だなと、はい、ただビジュアル的には対向ポットぐらいが欲しかったなと。そうね、ただこの辺は肝心なのは走りですから、走りだね、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、そしてあとは全体的なこのシルエットじゃないですか、はい、まあ、余計なものつけないってことなのかな、やっぱり重量とかそういう感じ。あ、多分そういうのもあると思いますよ、だよね、はい、うん、だフロントテンポットで基本的に前荷重なんで、ブレーキング時って、うん、それで十分だっていう多分考え方なんだと思うんですけど、あと後ろこんな感じのシルエットで、後ろがまあかっこいいですよね。かっこいいですね、うん、6もかっこいいですけど、うん、7のこのつながったテール、これね、あとでちょっとライトつけようね、またダイナミックインジケーターっていうの、はいはい、で最近このつながるテールランプってトレンドじゃないですか、はい、そうね、
うん、いろんなメーカーつなげてますよね。でもどっちがポルシェ系アウディとかそっちの兄弟系だよね。まあそうですね。メルセデスも確か EQ シリーズってつながってるんですよ。ああ、まあそうね、うん、あの辺がつながって一瞬なくなりましたけどね、うん、なんか90年代ぐらいに結構なんかテールランプつなげるブームみたいのは、うん、マーク2とかインフィニティとか、ああそうね、そこからなんかパタッとなくなったと思ったら最近またこうつながるテールランプが、はい、これ光り方もあったらかっこいいんでちょっと見てみたいと、はい、あとは、セブンなんでこの火炎のウィング、はい、これが130キロ以上で上がるウィング、はい、で室内のボタンでも上げ下げできる、はい、そしてあとはリアバンパーのここから下に関しては6とだいぶ近いですよ、はい、この辺の当然テールランプは違うんでプレスラインなんかも全然違いますけども、この大きいトリムとあとこの大きいマフラー、うん、これはかなり形状に似てるんじゃないかな、うん、で今回は RS スポーツエキゾーストがついているということで出口も黒くなってて、はい、パワフルなサウンドがするようになっていると、こんな感じのリア周りになっております。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。このトランクも大きな違いのところじゃないですか。でまず容量的なものを先にいいですか、小島さん、はい、容量的なものが6よりかもう30リッターぐらい狭くなっているということで、はい、ただ開口部が広いんで、うん、使い勝手は逆にいいんじゃないかなと思いました。でこう高さも稼げるじゃないですか、うん、で今ゴルフバッグがあるんでちょっと乗せてみたいと思うんですけども、まあ、6と比べるのもあれでいいですけどね、やっぱこのクラスのサイズでいけば結構入る方だと思いますよ、やっぱり。で特にこの大物入れるときにこの開口部の大きさってかなり効いてくるんじゃないかな、うん、で当然トノカバーも取り外しできますし、あとはシートを倒した時の容量が300リッターぐらい、正確にいくと290リッター違うみたいなんですけども、その辺は多分ここの形状で300リッター違うんじゃないかな、多分もう十分じゃないですか。十分です。こんな感じのトランクになっております。3ついけるんじゃないかなっていう、うん、だから2つ入れてバッグを置いたりとか、はい、2人でいけるんじゃないですか。そしてこの下も少しだけスペースというか収納ではないんですけどスペースがあって、こんな感じでパンク修理キットとあとサブウーファー、はい、あとはこの乱雑な置き方のユニット何かなと思ったらそれ地デジのチューナーですね多分、はい、これ多分日本仕様にしか付いてないんで、ね、このやっつけ感半端なくないですか。行くところがなかったんじゃないここでここしかありませんっていうね、おそらく斜めについてますけど、はい、そんなのも付いております。だから収納は少し使えるのかなって感じですよね、はい、この脇 と、はい、こんな感じになっております。続いて内装を見てみたいと思います。で装備がすごくいいんですよね RSK って、はい、ソフトクローズがまず標準ということで、はい、で6との違いとしてはこの窓枠がない、はい、このタイプのドアになって、なおかつこの RS だとこのアコースティックガラス標準なんですね、はい、この合わせガラス、合わせガラスですね、これ遮音性が高いやつですね、はい、ただこれ後ろの窓って普通のガラスなんですね、うん、知らなかったんですけど、そうだね、そうなんですよね、うん、だ前だけですけどもこのアコースティックガラスになる。でしかもこれが普通の A4 とかだとなんかプライバシーガラスとセットらしいですね、うん、でオプションで選ばないとついてこない、はい、RS の場合だとこの辺なんかもしっかり出てきます。そして内装がかっこいいじゃないですか今回、うん、茶色って結構少数派じゃないですか。少数でね、圧倒的に黒系のレザーに、うん、まあ、たまに赤ステッチって感じじゃないですか。赤ステッチでね、それが今回このバルコナレザーの S スポーツシートでしたか、はい、この茶色のタイプがついてる。これステッチは黒なんですよね確か。そうですね、あ違います、グレーか、グレーか、絶妙な色合いで、はい、で背中のところには RS のエンボスも入ってて、この六角形のステッチも入ってて、これいいっすね。ボディカラーに合ってるんですかね。合ってますね、はい、黒とかでもまた違った印象だと思いますけど、うん、このグレー系のボディカラーに茶色のレーザーかなりいいんじゃないかな、うん、でダッシュボードに関しては、RS6 にだいぶ近いかなという感じがします、はい、ただフロントガラスの傾斜なんかあるんで、うん、室内の印象は全然違います、うん、だと今回は贅沢オプションバングのいい方がついているということで 3D オプション、あ 3D サウンドシステム、はい、あの標準でもバングついてますけども、はい、さらにその上のやつですよね、はい、そうですね。ということでこの A ピラーの根元がこうニョキニョキと生えてくる、そうです、そこで見分けてもらう感じですね。こちらのタイプがついております。で続いて乗ってみたいと思います。でこのカーテシーは RS ロゴのカーテシーがしっかりついてて、このスカーフプレートも RS7 こちらになっております。でこの高いマット10万円オーバーですよね、はいはい、こちらのマットも走行距離薄いんでピカピカの状態でございます。にもかかわらず僕は乗っちゃいます。なんか言ってくださいよ、ね、そしてこれポジションとか全く一緒っすよね多分あれシートと同じ全く一緒っすよね。でシートなんかも調整
その 4A のナンバーサポートプラスアルファの、はい、こちらのシート。シートいいっすよね、アウディ。なんかこう猫背土屋にもぴったりです。横の幅も、はい、わがままボディでもだいぶゆとりがあるんで、はい、かなりいいんじゃないかなと。そしてステアリングは専用のこの RS のパンチングとこのスベスベレーザーのステアリングになっております、うん、これは ずっと変わんないよね。変わんないですね、うん、なんか太さも適度でいいんですよね、うん、ちょっと細めじゃないですか、うん、であんまりボコボコがないタイプ、うん、こっちが細かくボコボコしてるからいいですから、うん、でパドルもついてて RS ボタンも 1,2 で使えるようになっております、うん、そして専用のバーチャルコックピット、はい、これも6と同じですよね。はい、はい、こんな感じになっております。これが画面がここで変わりました。これですよね、はい、はい、こんな感じ、こんな感じになっております。そしてこちら側のこれ前回ちょっとふわふわとあの紹介しちゃったんでこれ掘り下げていいですか。はい、これクリックのこの感覚があるやつなんですよね、はいはい、最近 iPhone 新しいの出たじゃないですか、はい、あれでアップデートも出たじゃないですか、うん、あのアップデートで今までの iPhone も全部このクリックができるようになったんですよ、うん、あの感覚カチッカチッっていうの、はい、でそんな話は置いといてですね、はい、この RS モニター、はい、これで全部このデフの温度とか、はい、トランスミッションフルードの温度とか、はい、ブレーキローダーの温度とかも、うん、これ4段階ですけど表示されるようになってるんですよ、はい、これすごくないですか。すごいですね。車降りなくても、うん、降りたりこう確認しなくても全部こう状態が分かるという、うん、そしてこっち側にも、はい、本気の走りの車じゃないですか。走りの車でね、さすがっすね。あとドライブセレクトなんかでも細かくできますし、はい、あと RS12 で入れておきます、はい、あとエアコンに関しては4ゾーン標準ということで、はいはい、この辺なんかでもこっちもできますけど、はい、こっちもできると。で、地デジも確か標準なんですよね。はい、標準ですね、はい、ついております。こんな感じ、この辺だいぶ使いやすいかなと、はい、そしてあとこっちはエアコン周り、はい、ベンチレーションも標準装備ということで、はい、だいぶ装備いいですね。シートヒーターも前回あの乗ってびっくりしたんですけど、うん、シートヒーターもめっちゃ効くんですよ、うん、こんな感じになっております。ここでドライブセレクトはね、はい、これ分かりづらいっすよね、いつも思うんですけど、うん、でも必ずどっかに入れとかないといけないからね、はい、走行中に。でもうちょっと分かりやすくてもよくないですか。なんか場所どこにするの、そしたら、ね、なんか この辺とか、ああ、もしくはなんかちょっと、はい、なんかもう毎回あのアウディワーゲン系のと思いますけど、うん、ドライブセレクトがちょっとあの主張がなさすぎて、うん、あれどこで買えるんだっけっていう、まあ、基本的には RS122 に入れとけば大丈夫だと思うん で、あとはこの辺でフルサポート、はい、これすごいですよね。 3D もあるからね。ありますよね。あれどうしたっけ、うん、3D ここ、あ、失礼しました。これでできると、はい、でこれ前回あの色も揃えてくれたらいいですねなんて、うん、ポンコツコメントしてしまったんですけども、うんうん、あの要は昼間でも夜でも見えるようにボディカラーがこれなんじゃないかっていう説を聞きまして、うん、ああ、それはそうですね、うん、確かに黒だから黒にしちゃったら夜見えなくなっちゃうじゃないですか、うんうん、だからこの絶妙な中間色になってるんじゃないかな、うん、ただ今回合ってますね。合ってますね、はいはい、こんな感じになってる。そしてあとはRS なんでスタートストップのボタンがこの赤いものになって、はい、まあ、この辺も全く一緒っすよね、うん、いいんじゃないでしょうか、はい、でこっちもおそらく一緒じゃないかなと。相変わらずのこの浅さ、そして置くだけ充電もついております、はい、そしてペダル関係もおそらく一緒じゃないかなと思われます。はい、あとこの辺ついてるのいいなと思ったんですよ。ここだけちょっとした収納、うん、はい、で深さはまともになっちゃいましたけど、うん、あれ仙台でしたっけ、先生台でしたっけ、めちゃくちゃ深いの肘ぐらいまで入っちゃうやつありましたよね、確か仙台じゃないかな、仙台でしたっけ、うん、名をついております。そして例のこのニョキニョキっと入る、はい、はい、ついた後これついてる 3D のサウンドシステムの方だと19スピーカーになるんですよね、うん、そうですね、標準が16スピーカーでした、はい、なので、まあ、至る所にスピーカーが A ピラーのここもそうだし、うん、この B ピラーのところの上にもついてるということで、駐車モードを開始します。はい、そしてこのファブリックのピラーとバイザーもこの辺も質感に関しては6と一緒かなと、うん、はい、ただフロントガラスやっぱりめっちゃ寝てますね、うん、傾斜が運転席の視界は6、7全然違うし、うん、あとルーフがフロント3センチぐらいかな、うん、リア5センチぐらい高さが違うんですよね、うん、室内空間。ただ今一番下げてますけど僕身長175で全然余裕はあります。こんな感じの内装になっております。
じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろの席、先ほどちょっと触れましたけど標準のガラスになると。これちょっと謎っすよね。後ろもなんかアコースティックガラスにしてくれたらよかったなって勝手なつぶやきです。そして後ろは小島店長も乗ってますけれども、いかがですか。なんで何にも言ってくんない。いやいや大丈夫です大丈夫いいですよいいですよ。ただ天井の低さやっぱり感じるなと思いました。あ、ちょっと圧迫感がありますね。で、私身長168ですけど、頭は もしかして背高い人はもうちょっと頭結構ギリギリかもしれないですね。でシートがやっぱこういうシートなので、さっきちょっと上げちゃったのもありますけど、視界はちょっとあんまり良くないかもしれないですね。で窓の方はこのクラスだと何だろう、 CLS かな、ベンツとか、はい、8シリーズとかに比べると、はい、まあ視野は多分若干あるような感じはしますね。あとは特にシートはいい感じです。ちょっと腰がこう沈んでる感じで、ヘッドレストも、まあ、ちょうどの位置な感じで、うん、乗り心地は全然悪くないですね。やっぱり乗り比べちゃうと6の方が広いなって思っちゃいますよ、ね。まあ6と比べちゃうと、ね、単体でじゃあ狭いかっていうと全然そんなことないですよね、うん、大人が乗っても全然。だから他の8とか CLS とかかと比べたら別に全然遜色ないですよ、ね、ないと思います。逆に高ゾーンとかこれ、はい、標準でついてくる、標準ついててオンできますか、ね、ちょっとやっちゃうか。高ゾーンとリアのシートヒーターが標準なんですよ。標準なんで、はい、ここら辺はすごい充実してるかなって感じしますね。で先ほどツッチーが言ってました充電がないというのがちょっと、はい、あえて言うならですね、あのただカメラマンに1個ついてるんだから分ければできるじゃないですかって、ここでね、はい、確かにそうだと思います、はい、だ最近あのタイプ C が2個ついてる車とかもあるじゃないですか、はいはい、あのシガの他に、はい、だその辺はちょっと欲しかったなって一瞬思ってもらいました、うん、まあまあ後ろのここはもう本当にそこは低いですね、はい、ドリンクホルダー。じゃあ全然大人4人がゆったり乗っていけるから、うん、全然乗っていけますね、はい、そしてもう一個大きなトピックとしてはリアが5人乗りになってるんですよね、はい、先代が4人乗りですからね。そうなんですよね、はい、なんか先代あの5人乗れそうな4人乗りでしたけど、はい、そうですね、はい、座面 あのお尻のところがトレーになっちゃってるんですよね、はい、それが現行型からちゃんとシートになって乗れるようになったということで、はい、まあ、快適性かなりアップしてるんじゃないかなと思います。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、この辺は6と共通の部分ですので繰り返しになりますけれども、はい、エンジンの方が、3996cc V8 ツインターボプラス 48V のマイルドハイブリッドで600馬力トルクの方が 81.6 キロということで、0-100なんかも一緒で 3.6 秒、そしてオプションで305キロのリミッターになるパッケージが今回なんと入っているということで、はい、あの標準でも250キロ出るんで試しようがないんですけども、うん、そうですね、ここがなぜか入ってるか、はい、熱いですね、はい、まあ、ちなみにカーボンをつけると一緒についてきちゃう。セットなんですね。セットなんですね、あ、はい、そうなんですね、はい、そしてこれ組み合わせるミッションの方が発足オートマティプトロニック、これスポーツデフ標準ですんで、まあその辺の走りの方も強化されていると、うん、そして四駆のトルク配分の方も基本40:60、それがフロント70リア30もしくはフロント15、リア85まで可変にできるようなシステム、これも全く一緒のものが入っています。そしてあとは前回あのシリンダーオンデマンドついてるんですよねって話したんですけど、うん、あのこれ22キロ以下は半分休止して4キロになるような仕組み、はいはいはい、であとはコースティング、うん、駆動切り離すやつあるじゃないですか、うん、乗ってちょっと確かめたいと思いますなって前回乗ったんですよ、うん、一切置かなかったんですよ、うん、そしたらそれもそのはずで55キロ以上出さないとコースティングしないそうです、うん、あ、そうなんだ、はい、そりゃそうですよ ね、 そうですね、低速で飛ばしたら大変ですもんね、うん、55キロから160キロの間の、うん、その惰性で走ってる時は駆動が切り離されるよ、うん、結構高速なんかだと急にブーンってこう、うん、ソンってこう回転が落ちたりするんで分かりやすいと思うんですけども、うん、そんな仕組みも入ってます、うん、であと全く一緒じゃないですかエンジン、うんうん、外装もかなり近いじゃないですか、うん、だから重量が30キロぐらい軽いんですよ、うん、セブンの方が、うん、燃費違うかなと思ったら、うん、燃費カタログ紙だと全く一緒なんですね、うん、さっきのゼロ100だと同じでしょ。一緒です。なんでだろうなと思ったんですよね。でもこの空気抵抗的なものもあるじゃないです か、うんうんうん、だから高速の燃費なんかも違うんじゃないかなと思ったら、うんうん、カタログ紙は全く一緒なんですよ、うん、トータルでいくとリッター 7.6 キロなんですけど、うん、高速の 9.5 キロっていうのも全く一緒なんですよ、うん、カタログ値は。ただ実測だともうちょっとズレが出てくるのかなっていうふうにはちょっと思いました、うん、続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。参りましょう。はい。これキュキュキュって言うときと言わないときありますよ、うん、小島さん、はい、6と7の一番大きな違いってどこだか知ってますか？なんでトランク違います。どこですか？作ってる場所が違います。洗車してる場所が、はい、ちなみに、ですね、6はミュンヘンの上の辺で作ってます、うん、はい。セブンはシュトゥットガルトの上で作ってます、うん、はい。でもアウディ なんかそのカタログって、うん、なんか作ってる場所もちゃんと書いてあるんですよね。どこ工場みたいな。あ、そうなんだ。全然気温差カタログが書いてあるんですよ。すげえなと思って。え、じゃあ中国って中国って書いてあるの？いや、それは見たことないですけど、うん、そのなんだっけな、書いてあるんですよ。インゴルシュタットで作ってますよとか、うん、はい、ネッカーズウルムで作ってますよとか、うん、ドイツのその地名言われても分かんないんで調べちゃいましたけど、うん、はい、全部ドイツで作ってるわけじゃないでしょと思いますよ。車種によっては、うん、まあその別で作ってるのもあると思いますし、うん、あと最近だと、まあ、ゲレンデなんかもそうですけど、うん、なんか車体の製造委託請け負ってる会社もあるじゃないですか、うんうん、だからそういうところで作ってる車種もあるんじゃないですか、うん、中には。僕もそんな詳しくないんで分かんないですけど、参りましょう。もうアウディといえば走りですよ。走りですね。今日いろいろ小話、いろいろ調べててびっくりしたんですけど、うん、量産車に風洞実験取り入れたの、うん、アウディが初らしいですよ。あ、そうなんだ、はい、80年前、100年前、うん、はい、らしいです。あともう一個びっくりしたのは、うん、アウトバーンで初めて400キロ出したのもアウディなんですよ、うん、そう、はい、それは諸説あるかもしれないです、うん、けどホームページにはそう書いてありました。わあ、スムーズー。そうで、はい、今コンフォートから行きましょうか。はい、コンフォートから。あれ、なんか6より軽やかな感じしますけど、気のせいですかね。ホイールも同じですよね。一緒ですね。デザイン違うんで、もしかしたら重量ちょっと違うかもしれないですけど、はい、6よりなんか軽やかな感じします、うん、重厚感はなんか6の方があった気がします。なんだろう、多少こう重量バランス違うからですかね、うん、カタログ値でいうと30キロぐらいしか軽くないんですけど、うん、なんかすごい軽快な感じがします。結構さ、これ動画とかさ、はい、RS7 出てる車って、はい、エアサスはないと思うんだもんね。あ、でもこのエアサスのレビューは結構ないんじゃないかな。後方車がバネサスっていうのはちょっと若干よく意味が分からなかったんですけど、ね、うん、いや、だからいろんなオプションつけてるからでしょ。たくさんつけてる方がいいからってこと、ね、でも一番の違いってそこじゃないですか、うん、先代はもうそのバネサス その油圧のしかなかったけど、うん、これでエアサスになりましたっていうのに、うん、あれオプションのそっちつけちゃうんだってちょっと思っちゃったんですけど僕は、うん、今までの流れからするとね、エアサスの方がお金取るもんね、うん、あ、だかららしいので言ったらそっちかもしれないです、うん、先代の流れをちゃんと組んで、うん、らしいやつで言ったらそのオプションでついてるやつかもしれないです、うん、びっくりするぐらいスムーズになってません、うん、じゃあ早速もうダイナミックしちゃう。そんな、うん、今日距離も距離なんでちょっと乗れない。先代って結構、うん、S と RS 比べると、うん、S めっちゃ乗り心地いいよねって感じだったんですけど、うんうん、現行 RS もめちゃめちゃ乗り心地よくなりましたよね。エンジンの音全然変わりましたね、はい、あ、音は、うん、一緒です。 RS6 と多分、うん、多分一緒だと思います。でも音は変わりましたね。いい音になりましたね、はい。あるんですよね、やっぱりなんか全然車が軽快な気がします、うん、6より。ちょっとツッチー的には、はい、結構6と7で比較するじゃないですか、はい、この比較しますけど、はい、6っていうか選ぶ人って6選ばなかったりするじゃないですか。さっきその話しましたね。そうそう、今回じゃあこれと競合って何って考えます、
AMG GT とかじゃないですか。 GT フォードは、はい、あの辺がバッティングしてくるんじゃないですかね、うん、車の形というか。 M8 とか。 M8 はトランク別っすよね、うん、だリア側のタイプ、うん、ああでも近いのかなと。対抗して乗った感じどうですか。まあ、このすぐじゃね、ちょっともうあれだけど。難しいっすね。あ、じゃあ E クラスなのかな。そこまで小さくなんだよね。パナメーラ。あ、そうかそうかそうか。パナメーラっすね。でもパナメーラより軽快な感じしますよ、なんか、うん、もっとパナメーラの方がなんかずっしりしてる感じ、うん、重厚感がある感じ ありますね、うん、走って楽しそう、こっち、うん、まあ、パナメーラも多分そんな感じありますけど、うん、でも AMG GT よりかも多分軽快、はい、重厚感は GT の方があるけど、こっちの方が軽快な感じしません？しますします、うん、難しいとこですけどね、うん、だから結構だから被るようで被らない。そうですね、ラインナップかもしれないですね、ここのラインって。あとやっぱりなんかその、まあ、マフラーの音もそれなりに演出されてするじゃないですか、うんうん、けどなんかこの鼓動感を感じるのは、うん、やっぱり AMG GT とか、うんうん、BM の8とかの方が感じますね、うん、エンジン感、うんうん、いい意味でなんかすごいこう電子デバイスが、うん、効いてるんで、うん、鼓動感を感じないですあんまり、うん、エモーショナルな感じ。エモーショナル？そうね、はい、だから走らせたらめちゃくちゃ速く走れるし、うんうん、快適なんでしょうけど、うん、なんかこう気持ちに訴えかける部分に関しては、うん、薄い気がします、うん、アウディってだ快適の中にこうスポーツを入れ込んでるみたいな感じなのかな。そうですね。ただ前ももしかしたら話したかもしれないですけど、うんうん、こういじると全然違うんですよ、うんうん、マフラーなんか変えようものなら、うん、YouTube で動画とかありますけど、うん、言ったらウルスと同じエンジンじゃないですか、うんうん、もうめちゃくちゃ真面目な優等生が不良になっちゃって、うん、RS6 とかもう信じられない音で走っていく動画とかありますけど、うん、ああいうの見るとちょっといいなって思っちゃうんですよね。助手席乗ってる感じダイナミックに変わっても全然不快感とかも全くないですね。めっちゃ乗り心地いいです、うん。で6の時も言ってたんですけど、ステアリングはもう本当に超スムーズなんですよ、うん、ぬるぬるに近いぐらい、うん、レンジほどじゃないですけど、うん、硬いって感じ全然しないですね。さすがエアサスですね。いやさすがエアサスですよね、そこは本当に、うん、で頭いいんでこれスピード出すと1センチぐらい車高が下がったりとか、うんうん、っていう機能ももちろんついてるし、うん、エンジンもね片側になって燃費もやるし駆動も変えるし、うん、価格帯でいくと今 RS6 は新車よりちょっとプレネが、ね、なっちゃってるじゃないですか。で7に関してはいい意味でちょっとお買い得になってる部分があるじゃないですか、まあ、今まで通りって感じです ね、 そうですね。順当にこう価格が落ち着いてってるっていう、うん、でもここら辺選ぶ人って多分リセールどうなのって必ず聞かれると思うんですよね、はい、どう思いますか。まあ、正直もう一段階行くんじゃないですか。あ、はい、多分、まあ、絶対で金額もかなり高いじゃないですか、うんうん、もう一段階落ち着くと思います、うん、はい、1500万ぐらい、まあ、そのぐらいまではいきそうなんで、まあ、そのどのぐらいかかるか分かんないですけど、うん、でもあと今車がないじゃないです か、はい、だからそこら辺のスピードって多分遅くなってくるかもしれないですよね。確かに。今までのアウディの値落ちの概念というのはやっぱりちょっと今時代が時代なんで変わってきてると思うんですよね。アウディ少し経ったらめちゃくちゃお買い得っていう、まあ、BM も結構ありますけど、うん、感じしましたけど。でも RS 系はまだちょっとあれかもしれないね。 S7 とか S7 いいかいかないかな。7シリーズなんかちょっとねやっぱりそういうのあったりするかもしれないですかね。だって今某メーカーの軒並み注文できないとかって言ってるじゃないですか、うんうん、異常事態ですよね。そうそう。小島さん長いことこの業界にそんなことありました？ないないないっすよね。ない全然ない。今は新車が注文できないって。そうそうそう。いやなんか人気で納車が遅れるとかっていうのは聞いたことあるじゃないですか、うんうんうん、ほぼ全車種注文できないって。前に話したかもしれないですけど、はい、RS6 を買い取りさて行った時に、はい、スペアキーありますかって言ったら、はい、いや、まあ、新車の時からもらってませんって言ってますよ。え
え、半導体の関係でって言ってついてこないんですか。鍵が1個しかないです、で後でまた届きますって言って、今回のこちら2つありますけど、はい、挿入があったぐらいですからね。この間も買い取りした方もやっぱりアウディ RS 系やっと1年待って納車になりましたって言って、でその代わりに別の車買い取りさせてもらったんですけど、で話は戻りますけど、ダイナミックだとやっぱりこう急な入力は少し硬さ感じますね。あ、そうですか。ブイって、あ、運転のね、はい、じゃあ今回ちょっとあの駐車場に来たということで、はい、アウディの最新車種の最新の駐車場事情をどうなんでしょうかっていうので参ります。ポチッ。前進してください。ピピ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 言ってないけど、もうちょっと吐くとも大丈夫じゃん。マジっすか。このスピードで感知しないと。あ、来た。あ、これだ、うん、これを流し、うん、はい、ブレーキ離します。いいっすか。はい。あ、離してこれをするんだ。お、怖え。え、ちょっと待って、これ押しっぱなしなんだよ。押しっぱなしってことか。そうだよ、離したら怖い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 。これ車種統一してもらえませんね。か使い方がね、はい、ああでも全部シフトチェンジも全部やってくれるんだこれ、怖い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 。なんでそんなスーパーバックするんですか。あ、OK だそうです。いやこれちょっとあれだな、これはちょっといいですか、物申しいいですか。これダメじゃないの。30点です。嘘でしょ。30点です。あの枠に入らないし、扉閉めてる。車止めがあるのにスーパーバックしましたよ。30点です。もしかしたらここに車があれば違ったのかもしれない。ちょっとこれ使えないかな、うん、ちょっと厳しいかもしれないです、うん、そしてあのボタンを押す仕組みっていうのは、うん、僕はちょっと慣れなかったです、うん、ブレーキ操作の方がいいかなって思いました。いいんじゃないですか。ちょっと待ってください。もう一回行きましょう。もう一回ブレーキ離すじゃないですか。で早すぎたなと思ってブレーキ触ると、ああ大丈夫だ大丈夫だ、あほら止まっちゃうんですよ、ブレーキ踏むと。はい、うん、押しっぱなしですよ。だってこれ使えないじゃないですかこれ。え、押しっぱなしって、長く長押ししてないよ。長押しですよ、長押しですけど、だからこのちょっとバック早いなと思ってブレーキ踏むじゃないですかほら、うんうんうん、速度調整ができないんですよこれ。しかも急に急ブレーキかけるのは何なんですかね。だってさっきだって輪止めに突っ込みそうになったからブレーキに足を置いたらもう速攻急ブレーキですよ。この人どこに止めるかちょっと悩んでますよねこれね。ちょっと一回悩んでますね。いけんのいけんのいけんの。ちょっと待って待って待って、早くないですか。いや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 、近い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 。終了しました。これだってここで見る限りもダメじゃないこれ。あの降りるまでもなかったっす、うん、ね点数ちょっと再評価していいですか。15点です。まあここは使えないということで。そうですね、はい、アウディを多分これを目的で現行アウディ検討されている方は いらっしゃらないと思いますけど、わ、はい、かんないです。あの環境が結構影響するのかもしれないです、もしかしたら、うん、お前らその試し方が良くないよってツッコミが来るかもしれないです、もしかしたら。ですね、あるかもしれないですけど、同じ条件で試した結果、うん、この駐車で前ボルボでやってて結構点数良かったですかね。いやでも発見っすね、車によって今その、うん、パーキングのこのサポートも全然操作違うし、うんうんうん、感度も違うし、うん、動きも違うじゃないですか、うん、いや意外な発見がありましたね。ちょっとね、はい、まあ必要なきゃ必要ないけどね。そうですね、うん、まあ、僕はだから全然あのこれで購買意欲がそがれるとかもないし、うん、はい、まあでも RS
セブンを検討している方で、はい、これで購買意欲がなくなる方っていうのはまあ、はい、ほぼいらっしゃらないと思いますけど、はい、まあ一応動きとして、うん、いざを使おうと思った時、そんななのじゃ困りますからね、うん、でもこれ RS じゃなくて同じ、例えばセブンとか A7 とかも同じでしょと思いますよ、センサー類は、うん、あんまりよろしくないかもしれないね。まあちょっとこのエンジンを楽しんで、そうですね、試乗を終わりにしましょう。すごくないですか、でもこのエンジン、うん、すごい。パナメーラとグルスが全部これですよ、うん、まあ、もちろんその内容というかそのチューニング内容はちょっと違いますけど、うんうん、パナメーラとこっちだとどう違います？ポルシェ好き土屋としてはパナメーラを買ってしまいます。あ、そうなんだ、うん、いやでもこのかっこよさもなちょっと捨てがたい。今コンフォートしました？はい、コンフォートしました。いやそれ迷いますね、うん、迷う、すごい迷う、ね、迷います。でもこの軽快さってパナメーラにないじゃない。そうですね、うん、いやでもやっぱりさっき言ってた、さっき言ってたって、まあ、あの RS6、6の時でも言ってた、はい、高速をちょっと乗ってみたいですね。ああそうですね、うん、あもう言ったらだってアウトバーンの王様ですよ、ね、そうね、 RS6 なんて、うん、時間を買うのはね。そうですね、うん、時間買えますよ、うん。いやちょっと本当にドイツ出張これを借りたかったっす、6か7か。でもやっぱりそのでも日本で600馬力あっても使い切れねえじゃんっていう意見 もちろんあるけど、その余裕は絶対買い体感できると思うんですよね。そうですね、持ってる余裕感っていうのは一瞬でも。でもね、いくらアウトバーンだからって古い600馬力使うわけじゃないじゃないですか、ずっと。でちゃんとそれに必要な装備がついてますからね、うんうん、ブレーキにしろ、安全装備にしろ、うんうん、快適装備にしろ、でちゃんとそのスピードに伴ったものがついてくるんで、まあ、その辺はやっぱりいいんじゃないかなと、うん、RS7 いい車だ。これじゃあどっち買います？何が7と6どっちも買っていいよって言ったら、いや僕は絶対セブン。あ、そうか、設計と。セブンです。はい。迷わずセブン買いますね。でもこれもね、みんな分かりづらいよね。さっきもね、ウィングがここだったりとかさ、そうっすね、するし。物理機じゃなくなって分かりづらくなっちゃったっすよね。うん、ポルシェなんかこう中に入らないとアイドリング速度できないんですよ。うん、そうね。向こうか。でもそういう時代なんですよね。うん、結局なんかそのアップデートに対応できるらしいですよね、うん、こういう風にデジタルにしようと、うん、した方がね、うん、結果的にはいい感じだよね。でも1個壊れちゃうと全部枕になっちゃうからね。そうですね、よいしょ。スムーズ、本当にスムーズ。だから、だかららしさを体感するんだったら、うん、高速っすね、繰り返しになっちゃうんですよ、うんうんうん、だから下道だと本当に、うん、あの S7 ぐらい快適になったっす、うん、でもやっぱりその先代と比べても全く車違いますよね。全く違います。先代の方がちょっと荒々しい感じがしますね。もうちょっとこうスパルタな感じしたんですけど、うんうん、すごいコンフォートさがプラスされた気がします、うん、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、で最後になりますけれども、はい、こちらのお車もなんと今回買い取りさせていただいたお車ということで、はい、そうですね、はい、なんかあんまり乗られなかったということ で、 そうです、ね、あんまりどころか全然全然乗ってらっしゃらなかったんで、はい、私もちょっとどうしたんですかって聞いたら、いやもう結局乗らなくてねなんて話で、まあ、ぜひ本当にいいお車をいただきました、はい、まあ、ぜひそういったお車ありましたら、はい、お声掛けいただければ、はい、高額買取、はい、頑張ります。全国ですね、どこでも行きますんで、というわけで今回はアウディ RS7 スポーツバッグをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。